今日どうもありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当に来ていただいて本当に嬉しいです。暑い中自転車で配達なんですけど、移動は大体自転車なんで、はい、生誕祭の疲れの方が溜まっているのではないかと思います。でも大丈夫です、はい、1日休みましたので。生誕祭がすごい面白かったです。ありがとうございます。最初にいきなり VTR で有名な、はい、人間サイコロが出てきて、はいはいはい、あそこがポーンと飛び出るじゃないですか、いやあれにはもう最初からもう心では静かみですねもうあれ21世紀に残したい映像で日本テレビでグランプリ選ばれましたからね。でもあれでまた緊急搬送されたんで、あの救急車で運ばれたっていう、何日後かですけどね、ポーンと飛び出て、そのままその雪山にこう激突する形で、いやまああの中のサイコロの中に何にも捕まるとこがないんですよ。だからタンバッタンしてて、サイコロの中にカメラを置いてるんならいいですけど、サイコロの中にないでしょ。それでそのサイコロ転がるところを別カットを使ったりしてるんですよ。意味ないじゃないですか。誰だっていいじゃないですか。そうですね、しかも遠目ですしね、はい、まああの頃の竹志軍団っていうのはお笑いモルモットですから、人間サイコロずっと毎週入ってまして、いろんなところ転がされました。竹志軍団の初期の仕事はあんなのばっかりでしたね。その救急車で運ばれたことは、それだけじゃなくて、テレビのロケでもう一回あるみたいなんですけど、全部で、4回あるのかな。あの北海道の、旭川で自衛隊の雪中行軍っていうのをやって、2晩徹夜で山の中を行くんですけど、それ下山したと同時に失神して運ばれましたね。いやだってあれはもう完全にこんなの死ぬに決まってるわって思うぐらいな、自衛隊でも一番厳しいとこ、空挺部隊がやってるところでしたからね。あとはウイルス性髄膜炎になった時にも、はい、あの時はもうスタジオで気を失って、それで本番終了ですって言った途端にもう倒れましたから、それまでずっと油汗状態ですね。油汗状態ですね。その時の番組の内容というのは、株式道場っていうね、株の番組でしたね、その番組を通して、株を始めてたんで、ライブドアショックの時に、あの信用取引でやってたから3日間で8000万ぐらい失ったんですよ。あの時も気を失いかけました、精神的には。1日2000万ぐらいどんどんなくなっていく時って、人って気が気じゃないっていうか、ああ俺はこれからどうなるんだと思いますよね。まあそれ以降株やめましたけどね。あの時は兄にお金借りて払いました。じゃあでも良かったですね。そのまあそうですよね、まあなんとか命だけは助かって良かったです。そうですね、あの博士はもともと幼少の頃からその死を結構意識する少年だったっていうのをお聞きしてるんですけども、子供の頃か、あの死を想像しては、あの泣いて母親のところ行ったり、そういうのはありましたね。すごい敏感かもしれないです、ね、本を読む子だったから、そういう太宰であるとか、あるいは何だろうな、ドストエフスキーとか、ああいうのを読んでいるから、なんか死が怖いんですよね。だから人間が死ぬっていうことがあるんだと思うだけで怖いですね。で、人間臨終図鑑で山田風太郎の本とかずっと読んでましたね。まあ、どういう死に方をしたかっていう。そうですね。憧れた死に方、死に様っていうのはありましたか。山田風太郎の本に書いてるかどうかわかんないけど、男子師匠がよくふとした病で死ぬっていうのはね、その死に様としてはそれがいいっていう、なんかあっけなく死ぬのがいいってよく書いてましたけどね。やっぱ僕は父親がかなり、脳出血で何年も入院して、要介護5の状態で何年も過ごして、言葉も発せられなかったので、できればそういう介護を受けながら死ぬみたいなのが嫌だなってイメージありますね。死にたいだろうなっていうふうに思いました。それは芸人になった時に、明日死んでもいいと思いながら遊んできてたんで、とにかくはちゃめちゃでしたね最初の頃。だから
一日一生でもう今日今日明日死んでもいいんだ今日死んでもいいと思って遊んでましたからね、はい、あそれの心持ちというのは今でもその維持されてるて、そうですね。でもまあまああのうつ病4回やってるんで、そうなってくると、はい、あの自分の脳ではなくなってシャットダウンして、まあコンピューターの OS が切れるみたいな形でパーンと切れちゃうんですよ。そうなると何も脳が動かなくなり指令ができなくなり、まあ症状としてはあのお風呂も行けないみたいな、うつ病の強い形はそうであるし、でも起死燃料っていうことで死にたいと思うことは過去3度なかったんですね。まあ必ずここから蘇るっていうふうにあの自分の中でずっとその灯火が消えることはなかったんだけれど、さすがに参議院になってからなった時には、はい、みんなが死んで詫びたいって気持ちになって、 あれは危なかったと思う。まあ約12万票をもらったその信託に対する裏切りだと、芸能人なんかみなし公人ですけど、やっぱ政治家しかも議員は公人なのでちゃんと務めができないっていうことで、その歳費をいただくみたいなことはもうそんな生きてそんな恥ずかしめを受けてはならないみたいな気持ちありますね。で危ないと思いましたね。俺今死にたいと思ってるわって気がついた時は助かりました。でもそれも山本太郎代表が、だからそうなった時に記者会見しなきゃいけないとかああいうことをもう考えてしまうから、だから記者会見なんかできないですからね、うつ病の人は。で要するにもう何を言っていいかわからない、わからない、言葉が出ないし、そういう集大も、はい、うん、カメラの前でやらなきゃいけないのかと思うと、うん、余計死んで消えたくなるっていうか、この世から去っていき、はい、その責任から免れるっていうことを 思ってましたね、あの時は。なんと今年元旦、そうですね、はい、あの地震が、相当な地震が起きたんですね、あれ夕方4時ぐらいですね、4時半ぐらいか、その時に、まさにあの博士が生死をさまようようなことになったわけですよ、まあ臨死体験ですね、はい、あれは自体は、はい、まずどういった予兆から始まってる。予兆は12月の、20日頃かな、はい、とにかく、ポリープが内臓にあるっていうのが、はい、人間ドックで診断されて、そのポリープを除去してくださいって言われて、12月の25日にかかりつけ医近くのところで、はい、ポリープの除去やったんですね、はい、でその時に2箇所やって、あの全身麻酔をして S 字結腸のポリープを除去しました。そして、直腸ですね、 S 字結腸と直腸のポリープを焼却してるんですね。割と僕この日帰り入院っていうの好きで、あの意識が全身麻酔でスーッとなくなって気持ちいいじゃないですか、ね、さっきの話じゃないですけど、でもまあ大したことだと思ってなかったんですね。ただその直腸の方はクリップっていうんですかね、器具があって、傷跡を止めてるクリップがあるんですね。それが取れると大出血する可能性があるので、くれぐれも2週間の禁酒っていうことを言い渡されてたんですね。それが年末なんで27日に飲んじゃったんですね。それもまあまあいいか、まあまあ山本太郎代表があの僕のライブに来てくれて、で気持ちよく、山本太郎代表は飲まないですけど、その後気持ちよくなってみんなで打ち上げで飲んでしまって、そこから、12月31日に朝まであるライブが新宿であって、そこにまあずっと自転車乗ってますから、はい、先の宮から自転車で1時間行って往復2時間ぐらい、でも大晦日だから、はい、そこも飲んでないの、27日しか飲んでないんです。その後下血するようになって血がつくようになったんですね、はいはい、トイレに行くと血が出てるなってい いう印象はありました。1日1回目だけでしたけどね、はい、まあそれで、朝6時までのライブだったんで帰ってもう昼過ぎまで寝てて、そっか、あ体調悪いなと思ったら下血がなんか8、9回続いたのかな。でその時に能登半島の地震が起きて、なんか
揺れてる状態ってあるじゃないですか。月をしてる最中ものすごい大地震が起きてるんだと思ったけど、自分がこう平行を保てないような感覚があるっていうのは、これは地震の揺れかなってぐらいな感じだったんですよ。俺だけ目が回ってんじゃなくて、みんな目が回ってるかなと思って。でも7回8回と続いて、もうトイレに行く暇もなく、あの部屋中が血だらけになってきて、そっから意識がなんか遠のいていくんです。顔色見ても青いし、これはやばいなと思って、元旦末っ子の誕生日なので、うちの妻が誕生日のケーキを買いに行ってる間に、その部屋中血だらけになったんですね。で妻が帰ってきて、部屋をちょっと来てって言って部屋見て、その血だらけなのびっくりして、それですぐ救急車を呼ぶんだけれども、元旦なのでなかなかつながらないんですね。その時からやっぱり意識混濁がありましたね。あの娘とかがパパとかって言うんだけど、それ自分が何をこう喋っているか、あと時間の感覚が短いのか長いのかが分からなくて、同じことを何度も繰り返していったみたいな感じで、だからもうその時はもう意識混濁してますね。それで結構通じなくて、で子供たちがもうそれぞれ携帯でもう電話しだして、もうあ家族一丸になってやってくれてるなと思ってるんだけど、なんか痛みとかじゃなくて、静かにこう自分がフェードアウトするっていうような、なんか透明化していくような感じなんですよね。スーッとここからいなくなるんじゃないかっていうような。それはまさにその死ぬ感覚ってことでしょう。うん、だと痛みはないですね。それであの時々 ね、要するに麻酔が効いて落ちるような瞬間がありながら、起きたら、あ俺は今あの下血が続いてるんだって意識を取り戻すみたいな感じで、で約1時間半ぐらいかな、18時ごろ救急隊が来てくれて、救急救命士か、が来てくれて、なんか椅子に腰掛けてバイタルを取るんですね。僕 NHK で医学番組やってるから、緊急、ドクター G っていうのをやってから何をやってるかよくわかるんですよ。でバイタルサインっていう生命兆候を見ながら、血圧、脈拍、そして酸素濃度を確認をやっていて、そのがあ随分低いなっていう感覚もあるんですね。でそうこうするうちにあのサイレン鳴らして、救急車が家に着いて、あの救急隊とタッチして変わって、で隊長があのものすごくなんだろう、規則的なやり方をやるんですね。でまず血圧なんとかって言って、で3人は待機しながら、でストレッチャーをもう持ち込んでいて運ぶ用意もしながらで、その時に血圧86だったんですね。でもう危険だっていう話が出て、それで救急車に乗せられ、点滴を受けてたんですね。でその時俺はまあ後世のためにこういうのは残しておく方がいいと思って、これ全部回していいですかとかって、したら隊長がすごくものすごく怒りましたね。ご遠慮くださいみたいな感じで、でまあその点滴がその血圧を上げる点滴だと思うんですけど、ヘモグロビンですね。ヘモグロビンの点滴をやって、それが90代、まあ、上がっていって90代後半になった時に隊長が僕に抱きついて、助かったって言って、僕そんなに危険だったんだっていう。あと10分遅れてたら亡くなってたかもしれませんって言われましたね。じゃあもし息子さんたちが、電話するのを、10分もしよ。あ、そうですね。だから、まあ、だってずっと血が漏れてる状態だから、そうだったかもしれませんね。でもなんとなくあれでしたね、その時にああこうやって亡くなっていくんだな、痛さもないし、みんなの顔も見えたしよかったなみたいな、な定感っていうのかな、諦めた気持ちで死ぬかもしれないなっていう感じですか。そうですね。だからもう血だらけだから、それはこんだけ血が出てたら死ぬんじゃないかとは思ってましたね。でもその死への怖さというか、死にたくないよ、なんとか助けてくれっていうようなもがきみたいなのが出てこなかった。全くなかったですね。なんかそれこそ誰かが走馬灯のように人生をっていうのもなかったし、
あのサンズの川で誰かが呼んでるって感じもなかったですね。本当フェードアウトですね。でもこの家族とこう、うん、家族すら見えてますからね。なんかすごく鏡越しじゃねえか、なんかガラス越しに遠くに見えてるような感じで、あと上空にいる感じありましたね。浮いていて、あの見下ろしてるって家族をね、なんか俯瞰になるって感じですね。僕を含めてね、物体としての僕がいて、そうではない木みたいなものが上に上がって、それを俯瞰に下ろしながら、あの娘に声をかけてるみたいな。それはそのそこでその家族とはもうあの本庄会えなくなるとか、そういう何か寂しさとかあんまりなかったな。こういうもんなのかみたいな感じでしたね。そんなあの未練がましく泣いたりみたいなこともなかったですね。なんかこう変な話、死刑囚とかは、ええ、だからあれは死をこう予定されてるからだと思うんですよね。何日後かにカウントダウンしていくわけだし、まあ、死刑囚は特にその死刑の日っていうのを告げられないから、明日執行しますみたいに言われるから、それゆえの恐怖はあるでしょうね。いつ自分が死ぬかわからないから、俺はなんか突然襲ってきて、突然そのままそれほどの痛みはなく、あの意識が遠のいていくっていう感じだったので、その中でもその感覚的にはその聴覚は、ああでも聞こえてましたね。娘の声は聞こえてたし、あと救急隊が入ってきた時に、うちの奥さんをに向かって、娘さんですかって言った時に、なんか家族がみんな笑ってるのが違いますって言った時にも、うちの奥さんがすごいニコニコしてたのが、それもよく覚えてますね。可愛らしい奥さんなんだ。いやいや、でもまあまあそういう人間ってこういう時でもそういうもんなんだなとか。でまあその後救急車に運ばれて、救急車の中で、まあ、助かったと。助かったのはいいんですけど、ER に直行するんですが、東京医大で、まあ、コロナのまだ残っている時期なので、あの綿棒を入れられてチェックして、それがめちゃくちゃ痛かった、痛いっていう感覚があって。鼻ですか？そうです、鼻でした。その後、まあ直腸問診、触診するんで、あの肛門から、それもすごい痛かったし、その時すごい寒かったんですよ。でやっぱり、電子機器があるから、その暖房を入れてないんでしょうね。そっからそのシバリングっていう状態が、自分どんどんと、体温が下がっていってるんで、体温を戻すためこんな風に体が震え出すんですね。それが止まらないんですよ。で激しくこんな風になって、でもエクソシストです。エクソシストのリーガーみたいな、こんな感じでうわうわって。で周りはあれですか、そのなんとかそう温めようとして。そうですそうです。毛布かけたり、なんか布団乾燥機みたいなので、熱風を送ったりしてるけど、でもずっと続きましたね、あれは。14、15分続いてましたね。そのまあ一連の中で、一番過酷でその苦しかったのは その時。そうですね、自分の意思じゃない動きが体から出てきて、で看護師さんが全員若い女性だって、もう糞尿マリニレなんですよ。その干潮して全部の出して、そこからまた緊急手術をするので、なんかそれも巨大なおしめが全部クソまみれになって、それが若い看護師さんをずっと見てるっていうのは、俺なんか竹志軍団だからすっぱだから慣れてんのに、まだ恥ずかしいのか俺っていうふうに。やっぱ恥ずかしさあるんですか？ありましたね。糞尿まみれになるっていうロケしたことないな。だからかな、すっぱだからはよくありますけど、まあでもそれでもその看護師さんたちの様子を見て、まあ大丈夫だろうなみたいな。いやいや、このシバリングは止まらないとしたら、なんだろう、死ぬかもとか思いましたね。やっぱそれは低体温になってるからなんで、それはどんどん下がっていけばみたいな気持ちにはなりましたけどね。であれでしたね、あの麻酔科の先生がいなくて、全身麻酔をしないで緊急手術するんで、でシバリングは続くから、みんなでこう押さえて、
やっぱり修羅場でしたね。でまたポリープが飛び出てるらしいんですけど、血管が飛び出て直腸で、あのクリップを破ってそれを焼き切ってまた止めるっていう状態ですね。なんか畑瀬はその入院って言われた時に、ええ、いや入院してる場合じゃない。ああ、いやそれもあの帰省する約束してたから、それで子供たちをがすごく楽しみにしていたのをまた俺のせいでっていうのは、そのウイルス性髄膜炎ので俺が緊急入院した時、次の日に家族でパリ行く約束してたんですよ。そうだからそれで2度目だから、それでもボロボロ涙出ましたね。で後から妻があれは喜んでんじゃないの、お年玉もらえるからみんなってワクワクしてんのだからそんなに気にすることないから。いやでも本当にもう一方神一人の状態、神一人はっていうことですよね。でその後もその死ってこういうもんかって多分それは観察されたと思うんです。結構死への恐怖からちょっと解放されましたね。あんな感じの死もあるんだと思うと、殺してくれみたいな痛みじゃないから。日本ってその自ら命を絶つ、自殺率がすごい高い国じゃないですか。もちろん。それについて坂瀬はどのような視点で見られてたんですかね。うつになる率も高いし、まあ同調圧力が強すぎて、あと恥の概念も強いし、みんな汚れとか共同体の中にいてはならないみたいな感覚や差別の問題も長々と残っている国だし、そういうことで言えば政治がそういうことをなくしていくべきだと思ってるし、あのお金持ちがよりお金持ちになるトリクルダウンなんかなかったじゃないかっていう気持ちがすごい強いですよ。だからもう生活保護家庭だとか母子家庭とか本当に援助すべきところは、あの全然あるのにって、まあ僕が令和なんかが出てるのは、まあ、まさにそのことですよね。強者のために政治をやるんじゃない、お金持ちを優遇するためにやるんじゃない、あの会社を優遇するためにやるんじゃない、一人一人の個人で弱い人をより生活できるようにしてあげたいっていう気持ちが強いです僕は。あの生誕祭の時松村さんが、あの退団されて、その松村さんもどうもその臨時体験がある、マラソンね、東京マラソンですね、はい、第1回の、心肺停止になって、でその意識不明になっている時に、あのウガンダトワさんっていう芸人さんが現れて、そっちの川を渡るな、俺そこら辺はやっぱネタだと思ってますけどね。そうですか。で芸人の話って大体受けるところを取りますからねどうなんですかね、僕はあの辺ねネタかなとか思ってますけどね。いや俺はもう本当芸人とプロレスラーは嘘をつく職業だから、小説家とかもそうだけど、あのそれでいいけど、僕は自分がルポライターだと思ってるから、あの事実だけをちゃんと正確にしていこうっていう、ネタをやるときは嘘ついてるかもしれないけど、自分が記すものはルポライティングの手法で今は書いてるし、あの基本日記も毎日つけるっていう、もう起床から就寝までつけて、あの謎の行動はないようにしてますからね。そういう、あここから5時間いないっていう、ので、あの女と会ってるみたいなのをがもし あったとしたら、それが嫌なんですよね。だからもうあの女遊びは浮気もしないんですよ意味不明の行動が出ることが嫌なんですよ。ただ1986年の時からもうその日記に書かれているじゃないですか、でこれの生誕祭でも、見せましたよね、大画面に、映されましたよね、でその内容が、町村さんがやってたんですけど、なんだこれはあの連続殺人心情するものじゃないかみたいな、本当ですよね。映すとこうした文章がその隙間なくびっしり書かれて、もうそうだし、今自分は何をしてるの、自分の葛藤を書いてるし、あの頃はやっぱブログではないので、人に見せるものではなくて、自分に向き合って自分のために書いてますからね、あの人に読まれようと思っていないから。あとそういう意味で日記が何がいいかっていうと、50歳ぐらいまで日記を書き続けてたら何のために書いてるかよくわからないと思うけど、日記って付箋なんですよ。本でいうところの付箋がたくさんあって、付箋が伏線になってるんですよ。だから50歳以降になると
これはこのために巡り合うためにこの人と会ってんだみたいな、そういうあの星座になってつながっていくんですよ。見えない線がつながっていって伏線が人生って回収されるんですよ。だから俺の書く物語って、まあ、こんなことになるわけないじゃんっていう話がいっぱいあるんだけど、全員みんな起きてるんですよ。それを鶴瓶さんとかはちゃんとメモを取ってこれってやってるから、それが鶴瓶話みたいになるし、僕ぐらいなあの芸人でももう62になったら50歳以降全部伏線、あ伏線これ23歳の時にこんなことがあったってことは全部伏線なんだなみたいなの、伏線回収になるから、みんな自分の物語一冊の本に伏線 を貼って生きて、最後の最終の終わりになる時までに伏線回収されると物語は面白いじゃないですか。だから人生は本当に、自分の物語であり、人生は舞台であなたが主役だから、面白くするためには日記はつけた方がいいよっていうのはよく言いますね。なんかその時は気がつかなかったけれども、こういうふうにつながるんだとかね、ちょっとした些細なことがある種の大事なことにつながっていくと、そういうのが分かったりするわけですね。何かその中で博士的に非常に印象的だった、僕印象的なのは25か6ぐらいの時に、はい、暴力事件を起こして、はい、600万円をこう賠償金で払ってるんですね、はい、裁判しないでくれっていうの、居酒屋とかでの喧嘩で、すごいその頃喧嘩ばっかしてたから、もともと喧嘩するタイプじゃないけど、滝氏軍団に入って自分が一番やりに行かなかったら死ぬしかないと思ってやってるから、すごい暴力的な人間だったんですよ。その奈良に住んでる人だったけれど、それで揺すられてって、俺は電話の債権売って20万円弁償金を持って行ったけど、ガキの使いかみたいに言われて、で結局600万だったんですね、その賠償金が。森社長も一緒に行ってそれ決めたんだけど、そしたらもう当時年収が30万ぐらいの時ですから、ああもう新幹線の中でもこうぼーっとして、俺は600万今借金あるんだみたいなのになってて、まあ僕はそれは武さんが立て替えてくれたんだけど、それ完遂するんだけど、その後ブルータスっていう雑誌で、まあまあ、なんかセックス特集みたいなのをやった後、その編集者の人と、有名な編集者なんだけど、そういえばって言って、俺の友達で芸人をゆすって600万円かすめ取ってスープラを買ったやつがいるんだけどって話になって、それどこの人って、いや奈良のやつなんだけど、それ俺だよって話になって、いやそいつは実はその車で交通事故で死んだっていう、そこで聞くんですよ。はあ、わーって思いましたね。600万で車を買ったら、その車で事故って死んだと、はあ、だからそういうのって、まあその編集者にしならなかったら一生分かりませんよね。編集者もまさか当事者が僕だって思って喋ってないですからね。まあそんな話がいっぱいやっぱあるんですよ。だって僕自分の奥さんと結婚したのも、自分の奥さんが石川旅行、家族で旅行してる時にたまたま大学卒業しての乗ったところで、その石川県でタクシーの運転手をした運転手さんに、お父さんが前に乗っていて、お嬢さんは芸能界で誰が好きなんですかって聞かれて、知らないと思いますけど水道橋博士が好きなんですって言うんですね。それでお父さんが、娘が好きな芸能人って聞いたことないし、水道橋博士の名前も知らなかったから、メモ帳に水道橋博士って書いたんですよ。そしたらその運転手さんが、水道橋博士って大野だよ、大野、俺の弟子だよって言うんですよ。でそのタクシーの運転手さんって浅草フランス座の社長さんだった人なんですよ、岡山芳雄っていう人で。でお父さんは水道橋博士っていうのがいるんだぐらいに思ってたんだけど、その3年後に僕が娘さんをくださいって来るわけですよ。それもなんか嘘みたいな話じゃないですか。とかうちの奥さんのおばあちゃんは足立区に住んでたんですけど、たけしさんのお母さんと隣に住んでたんです、一緒に家族のように暮らしてた。
なんか まさにその運命のこう廃材と言いますか、運命の廃材だけど、俺がこんなに調査する人じゃなかったら、そんなの気がつかないんですよ。だからおばあちゃんが亡くなられた時にお葬式行った時に、その親戚の方々に全部話を聞いて、その地図も書いてもらって、2人はほぼ一緒に住んでいたっていうのを突き止めるわけですよ。普通の人にとってはもう、あのなんか北野咲さんって知り合いだったよで終わると思うんですよ。ということは、あの普通の我々も含めて調べれば、いろんなえって思うような複数の、そうです、あの過去の事実が浮上してくるかもしれませんね。ええ、本当にそう思いますよ。あ、最初からもう何かこうそういったこう物語編まれていたというか、じゃあ全ての人が物語を編んでるけど、意識しているか意識してないか、星座を見上げるように星を見ながらロマンチックなことを考えて、そこに物語があると思った人は、やっぱそれは水が目にも見れるし、手座にも見えるし、そういうこと、物語が浮かび上がるわけじゃないですか。星は偶然に並んでるだけですよ。人間だけが星を見ながら物語を作るじゃないですか。だから、ああ人生っていうのはこういうふうにできてんだなっていうふうに、俺は蝶様だから分かると。でもみんな本来はそうなのに、なのかな、なんか目先のお金とセックスだけに焦点を合わせるから、みんななんか自分の中の物語に気づかずに、自分がヒーローであり主人公であるのに、そう思わずに人生を生きていくんだなって思いますよ。ささやかながらって僕なんか自分で思いますよ。それはあのお笑いビッグスリーでも何でもないし、時代を築いた人間でもないけど、出会いに照れるなっていうのは、僕は出会いに照れる人なんで、ここで何々に会ってるけど、名前をこう挨拶をすることもなく通り過ぎると思うじゃないですか、はい、その時にいつも百瀬宏道さんっていう人の出会いに照れるなっていう言葉があるんですけど、それが常に押されるんですよ。出会いに照れるなって言うと、どっかに誰かあの一方的に知ってて向こうは知らない時も、絶対に俺は行くんですよ。そこで物語は絶対に起きるからと思って、はいはいはい、で出会いに照れるなっていうのは自分の中で標語のようにしてますね。あ、そういう数々 その、まあ、いろんなその、まあ、一般人から知ればですよ、相当な修羅場というか、そのジェットコースター的な、まあ、人生の山あり谷ありを振り抜かれてきて、乗り越えられてきて、生きるってことに関して、どういった言葉が出てきますか。もう十分だと思ってますね。もういろんな体験したと思ってるから、だからまあ定感もあるかも。もういつ死んでももういいやって、はい、あのやりきった感じ、やりきった感ありますよ僕は。なかなか体験できないことをしたな。演芸場にも立ったし、参議院にも立ったし、そして今は最高裁で争ってるし、あんまりいないじゃないですか、うつ病4回やってて、で免許証事件で前科もあるし、しかもそのまあ、たけしさんっていう、そうですね、いろんな数々の至近距離から、ほんとそうですよ、できてるわけですよね。まあ、師匠を持つっていうのは北極星があるようなもんだから、自分がどこにいるっていう距離感が分かるから、それすごくいいですよね。自分の弟子、まあ弟子も何人もいるけど、弟子じゃない人にとっても、あの師匠を持ってそれを揺るぎなくそこを動かさないっていうのは重要だと思いますけどね。なんか教訓の話をしてますね。いいじゃないですか、ね、講演会自然な流れなのででも確かそのあの令和新選組から立候補する時も、その殿が辞めろと言ったら辞める、辞めますよ、その覚悟で、もちろん説明しに行ったという話でしたよね。東国原さんの場合は指定の関係を外されたんで、もう指定の関係を外されるんだったら辞めますって。竹下さん嬉しかったでしょうね、そういうふうに。どうですかね。でもその時はじゃあどういう、もう殿はですか、殿はあれですね、お前の人生だから好きにしろって言いましたね。どっから出るんだ、あの令和新選組、令和新選組山本太郎のとこか、すげえ驚いてました。今はまあね、あの山本太郎褒めることあるけど、昔はだって自分がスターにした人ですからね。山本太郎もダンス甲子園から出てきてる人だから。さっきあのもうその何ですかね、そのまあもう生き切ったと、ああもう十分おっしゃってたと思うんですが、それでもやはり表現者として、まだまだっていう部分があると思う。もうこれは俺の持論なんですけど、
自分に伸びしろがないと思ったクリエイターは絶対やめた方がいい。だってもうそれ以上いかないんだから。だけど俺はなんか文章を書いてもまだまだ良くなると思ってるし、うん、何をやってもまあタップとかできないけど、だけどいやクリエイティブですね毎日。いや波乱万丈ですよそれは。上に行ったり下に行ったりまたいつ打つになるかわからないから、だからあの毎日自転車に乗り毎日銭湯に行ってあの体をなんだろうな健康的にするようにしてます。